今すごくこう話題になっております、安倍元総理が、暗殺されてしまった。でその後統一教会の問題がねすごく報道されてるというか話題になっておりますけど、ここで喋るのもどうかなと思ってたんですけど、ちょっといろいろやっぱり喋りたいなと思いまして、2つの点といいますか、私自身が学生時代、1970年代の半ばですか、大学でねいろいろ体験したことがありますと。それからあとはですね、私どちらかというと保守といいますか、安倍さんなんかはね応援してた口なんですよ。頑張ってほしいなと。それがなんだろうなっていうか、保守って何なのっていうこの2つの件について、なんか思うところがありましてお話ししたいと思います。こういう話題嫌でしたらもうすぐこうなんて言いますか切り替えていただいて結構なんですけど、ですねまず学生時代ですね、70年代半ば、以前にもちょっと申しました、私、大学祭の常任事務局長なんていうのをやっておりまして、実行委員長とかねそういうの結構そういうのをやってたんですよ。それで学内でいろんな、なんて言いますかね、いろんな団体があっていろいろ勧誘を行ったりとか、そういうのも割合詳しいと言いますかね。それでですねある時まずあれだ、私の友達がね統一教会っていうのはね学生組織原理研究会っていうんですよね。その原理研に友達が入っちゃったで他のもう友達とかと一緒にね、お前何やってんの、もうなんでそんなの入るのなんて言ってたんですけど、彼そのうち辞めちゃいまして、よかったんですけど、それからですねその次に大学ある場所っていうかおりましてね、そうするとよくこういう催し物がありますとか言ってチケット買ってくださいっていうのがあるじゃないですか。それで1年生の女の子っていうか、まだ何月後だったかちょっと覚えてないですけど、チケットをね買ってくださいって来たんですよ。そしたら見ると原理研なんですよね。でええー、とか思って、あなたこれ知って売ってるんですかって言ったんですよ。それで友達もね一緒にいたから、いやこれはやばいよと、もうやめなきゃダメだよって話をしたんですね。それでその子もねいやよくわかんないんですけどっていう感じなんですよね。でとにかくいろいろとねやばいですからね、やめなさいよっていう話で、やめますなんて言ってたんですけど、でしばらくするとまた原理研の連中と一緒に歩いてたんですよ。ってあれとか思って、それで見てたらね一人になったんで、そこへ追っかけてって、今また一緒に歩いてたでしょって言ったら、辞めたいって言っても辞めさせてもらえないんですって言うんですよ。その説得に来られちゃうのね。だからね真面目とか気が弱いとかそういう人はねなかなか抜けられないんですよね。それで私はこれはやばいなと思って、やばいっていうのはね何がやばいかって言ったら集団生活とかするでしょ。でそういうわかんない、何もわかんないなんて女の子が騙されちゃうわけですよ。それでちょっと皆さんご存知ですよね、もう話題だったから、いろんなね変なのがあって女の子は特にやばいとね、集団結婚とかいろいろあるじゃないですか。それで私親に電話させて親と話してね、これはやばいからやめさせた方がいいですって、2、3ヶ月家に帰った方がいいとか言ったんですよ。それでねなんとかやめたみたいで、それからですねキャンパスにおりましたら、今度はねその原理研の学生の組織のこの割合こうなんていうの上の方の人なのかな、
あの私大体見たら分かるんで、あのなんか私に話しかけてきましてね、もうなんだと思ったら、あのなんかいろいろ言い始めるんですよ、どうのこうのって。で私ね、あのまあ割合こう口がうまいんで、あので、友達がね入ったって言ったでしょ。その時なんか原理公論ってなんかこう分厚い本を持ってたんですよ。でこれを読むんだなんて言ってて、で私まあね当然読まないですけどね、あの当てずっぽでね、あのいや今君が言ってることは原理公論に書いてあることじゃないのって言ったんですよ。そしたらあのなんかぶって黙っちゃうんですね。でまたこう喋り始めるんですけど、でまた私がね、いやそれもきっとあの原理公論に書いてあることなんじゃないのかって言って、それ自分の意見じゃないんじゃないのって言ったんですね。そしたらなんか黙っちゃうんですよ。それでね私がねまたね、あのなんて言いますかね、まあ僕たちはねまだ若いんだから、今はあの勉強しなきゃいけない時期だと思うんだよって言うんですよ。それであのまあねこうまあ今こう自然の中ですけどね、まあ自然を見たりね、こう花が咲いてたりとか、そういうものを見てこう私たちは何を感じるのか、ね、そういうことを勉強する時期なんだと言ったんですよね。まあ割とそういうことを言っちゃうんですけどだなんかね割とああとかいう感じになって、また今度お話しさせてくださいなんて言われたんですけど、その方がね抜けられたかどうかはちょっと分かんないですけどね。まあそういう経験もありましてね、なんかまあ他にもねいろいろ本当にいろんな団体があったんですよね、左翼から右翼から何か右翼団体ってのはあったかなまああの宗教団体ってのも結構ありましたからね。でね、あとマルチの勧誘とかも大変ですよ昔ねえ、あのいろいろ来るんですよ。もうそれでまあその後ね、80年代になって例のあの合同結婚式とか、あの桜田淳子さんとかね、ああいうのはすごい話題になって、ね、で90年代ことはオウム事件じゃないですか。だから それ割とみんな知ってますよ、あの何なのかね、何なのか知ってるんですよ。それで今回ね、まあこういうね事件があって、安倍さん亡くなられてね、まあ私もちょっとショックでしたけど、そしたらなんか統一教会ね、すごくズブズブなんですよね。でびっくりしましたね。もういやどういうことなのこれ、そのそれでなんだか言い訳するじゃないですか、よく知らなかったって。知らないわけないですよだって有名、誰だって知ってるんですよそれでまあね、いや統一教会もねさすがしたたかというか、いろんな意味でこうすごく入り込んでますね。なんか秘書を送り込むじゃないですか、あれ一番やばいですね。なんか真面目な女の子をね秘書に仕立て上げるんですよね、勉強させて。真面目だから勉強すると思うんですよ。それでね、まあそこそこ有能だと思いますよ、ちゃんとね、ちゃんとやると思うんですよ。でそれを送り込まれてね、どうなんですかね、あのちょっと可愛い女の子が行っちゃうんですよここがポイントだと思うんですよ。もうね絶対これだから黙るんですよ。もうねこれ保守ですか、これ韓国のねキリスト教カルトですよ、それ保守じゃないじゃないですか、しかも反日ですよ。なんかもう今回がっかりですよね。でそれですね、ここからいや保守とは何かと、まあ非常にこうまあ今回本当ねみんな馬脚を表しましたね。もう本当にこんなのが保守と言ってたのかみたいな。保守とは何か、これについてね私まあある程度考えがあるんですよね。ちょっと述べさせてください。ですね、まあたまにちらっと言ってますけど、全国お宮ね、お宮ありまして、こうお祭りとかありますよね。まあこの辺りでもねいろいろお宮もありまして、まあ弓道大会があったりもするんですけどお祭りありますよ。そこでねやっぱり神楽とかね、神楽
お囃子、こういうのやってますよね。それでこう盛んですよ、お祭りね。屋台も出てもう賑わうし、なんか決して廃れてないと思うんですよ。そうでしょ。ちょっとしたね、お宮さんでね、こうお祭りありましたらね、みんな行くじゃないですか。でね、すごい盛り上がってますよ。もうね、みこしが出るとか出汁が出るとかね、それでお囃子とかやってんですよ。もう点々とか点々や点つく点つくってやってますよ。これはね、やはり日本のこう基礎になるものですね。それでお宮というのは何を祀ってるかというと、まあ神様を祀ってますよね。基本は、古事記の神様を祀ってるんですね。古事記ですよ。だから日本中古事記なんですよ。ね、古事記の神様をお祭りしております。まあ基本ね、まあだから新しい人っていう、まあね、乃木神社とかあるじゃないですか。明治神宮ももちろん、割合最近というか、まあその古事記ではないですけど、まあ基本は古事記なんですよ。伊勢神宮とかね、出雲大社にしても。で、これは何なのかというと、今のね、お祭りする、まあ、祭祀といいますかね、それを一番上の方は天皇陛下ですよ。だから天皇陛下がこの国のお祭りをされてるんです。で、そして全国に古事記を祀る神社があると。で、そこでいろんなお祭りが行われる。これが保守だと思うんですよね。保守って保つ守るでしょ。何を保ち守るのかというと、この古事記なんですよね。古事記が日本の、守らなければいけないものです。で、まあここまでで、まあ大体、結論なんですけどね。この古事記また面白いんですよね。まあ若い頃にね、まずちらっとね読みまして、で、なんか こんなこと書いてあるぞみたいな。読まれた方は分かりますよね。なかなか今の価値観とは違うというか。これ戦前これ読んでたのかなって思いましたよ。イザナギイザナミとかね、まあどうやって国づくりをしたかとかね、いきなり何をしてしまうと。まあそういう目で見ちゃいかんですよ。それからね、まあ、割合最近また、もうコロナの前なんですけど、コロナじゃなくて、その前に風邪ひいて寝込んだことありましてね、まあ、ちょっと古事記一生懸命読みましてね、いや面白いですね、もう本当に。それでまあ、ここで語ると大変なことになりますので。まあ簡単に言いますとね、ね、古事記の中で天皇陛下ね、もちろん神武天皇からいらっしゃるわけなんですけど、立派な天皇陛下はね、仁徳天皇ぐらいなんですよ。あとは意外となんかね、割合ひどいなみたいな。まあ天皇ではないですけどね、大和武の御事とかね、もうサイコパスですからね、もう参ったなみたいな。もしね、そんな話割と読みましてね、まあ本当に詳しい人ほどは分かりませんけど、古事記の話もしてみたいんですけどね、まあ聞きたいなって人がいたらちょっと。コメントいただければそのうち。してみようかなと思います。まあなんかこんなにやけて話すようなことじゃないんですけど、本当にね、このまあ、この事件本当になんとか、まあ歴史にやっぱ残るとは思うんですけど、まあいろんな意味でこう考えさせられるし、もう本当政治ってどうなっちゃうのと思うんですよ。自民党これかよみたいな。もうね、まあ他のもちょっとね、あんまりね、ちょっとお勧めできないというか。ということで、まあすいません、そんな話で思うところを述べさせていただきました。